スーパージェッターは、1965年1月7日から1966年1月20日まで、たった1年だけ TBS 系列局で放送されていた SF アニメだ。現在、正式な作品名は、未来から来た少年、スーパージェッターとされており、現存するオープニングフィルムのタイトル表示にあるらしい。しかし、このオープニングには、 話数がかなり進んだ本編のカットも含まれていることから差し替えである可能性があり当時の出版物や玩具などの案件商品に未来から来た少年を冠したものは確認されていないという皆さん覚えていますかジェッターは30世紀のタイムパトロールである悪人ジャガーを追跡中に タイムマシン同士の衝突事故で20世紀に落下してしまうタイムマシン流星号の時間航行機能の故障で20世紀に取り残されたジェッターは国際科学捜査局の西郷長官の要請を受けて犯罪捜査へ協力することを決心するというのが前提ですそしてジェッターの装備能力というと未来人として 現代人の数倍優れた知能と体力を持つ周囲の時間を30秒間だけ止めることができ流星号の呼び出し機能トランシーバー機能を持つ腕時計型のタイムストッパー重力を中和することで空中を飛ぶことができる反重力ベルト相手を一時的に痺れさせる銃パラライザー銃当初の設定は人を殺すことができる銃であったが 正義のヒーローが人を殺すってのは何とかならないですかという。なんと、チェッターの声優、市川治の提言によって、設定が変更されたという。後にアメリカで放送された際に、この設定が非常に好評を博し、鉄腕アトムに次ぐ人気番組になったという。他には、赤外線投資ゴーグル、ボーダースーツ。そうそう、忘れてはならないのが、 流星号だ。ジェッターが愛用するエアカー型のタイムマシン。車輪はついており、通常の車のように走行できるが、飛行機能があるため、地上を走行している場面は少ない。形状はいわゆる流線型。材質は不明で、狭い場所などに車体が引っかかると、ボディを軟体動物のようにくねらせて穴から抜け出すシーンもある。これの動きが、 とてても印象に残っている確か何とも言えない音というか言葉というか文句を言いながらもがき抜け出す最高速度マッハ15ジェッターはで飛行し水中活動も可能実はタイムマシン同士の衝突がなければマッハ3が最高速度だったまた電子頭脳を搭載しているので自立して活動でき ジェッターの呼びかけに応じて飛来する。電子頭脳をロボットに移し、ロボットの姿で活躍したエピソードもある。特に、攻撃を目的とした装備はない。前方のライトの部分から、マジックハンドが使用できる。私は持っていなかったが、確か、おもちゃ屋さんで売っていた、ジェッターが、腕時計型の通信機、タイムストッパーに、流星号、応答せよ。 流星号と呼びかける真似が子供の間で大流行した私もその中の一人だチャッターが歩くとき、階段を上がるときピコピコピコという音がする靴音にしては楽しい音だ子供心に忍び込んで静かに歩かないといけない時にもピコピコ おいおいと思ったのは私だけだったかな。